鬼ポケのそうなんす。伝説ポケモンの技も跳ね返せるし、効果力不意打ち技以外でどうやって倒せるんだよ。言うてたまに押し負けるからなあいつ。というかあいつなぜか境界弁当もなしに強くなってる。加入したての頃は10万ボルトに押し負ける、フリーザーの霊美を吹っ飛ばされるけど返す、ギラティナのシャドボウ蹴って返すと順当に強くなってる。早すぎる攻撃や同時攻撃には対処できないって弱点も XY から為替を習得したせいでなくなってるし。最初10万ボルトに押し負けたのは、指示通り素直にカウンターを使ったからなんじゃなかろうか。一応何かの回でカウンターとミラーコートの違いを教わったけど、武蔵がその都度適切な方を使わせる指示出すのが難しいからか、カウンターと言ったらそうなんす本ポケが自己判断で適切な方を使ってるとか。ドット絵が陽気な感じになったの絶対闇ポケに引っ張られたよね。初登場の金銀の要素だけで見ると色々ひっくるめてなんか不気味だよねこいつ。明るくなったの逆輸入だと思う。アニメでも登場回ではムッとした顔してたしサトシたちが微妙な顔するは交換会なのに誰にも交換してもらえず事故でロケット弾入り要するに外れ扱いだった。それが笑顔のマスコットになるあたり地味にピカチュウナース並みにアニメの恩恵受けてるやつ。最後までデザイン決まらず苦労しました。ショート種明かしされた後に見るといろんな意味で数合わせ感しかないからな。やたら線の少ないデザイン。開発段階からの名残謎の尻尾。トレーナーが道中誰も使ってこない。寄り道のエリアのみで出現。こんな扱いづらそうなポケモンをレギュラー化させて人気者にした手腕すごいわ。しかも須藤さんがメインから外れた後の登場なのよ。世代交代の象徴としても優秀よ。フリーザーの霊美か何かを跳ね返してた覚えがある。あと映画でディアパルの技も跳ね返してた。アニメ見倒れカウンターは相手の攻撃を無効化して反射する技かな？ゲームで効果見倒れダメージ受けるの、ソーナンスの耐久力おかしくね。この口開けた顔ってアニメが初出なんかな。金銀だと閉じてたよね。あの殴られ待ちみたいに頭塗ってしてるグラブ気味だった。技構成も込みで闇を感じる。我慢ポケモンだしな。口閉じてる方が自然ではある。確かクリスタルのモーションの時点で口開けてたはず。図鑑は結構不気味。夜行性で相手を道連れにするチャンスを伺うとかゴーストタイプかな。アニメのは賢さ以外にも色味が線引きに一匹の逸材らしい意味不明。ギャグみたいな名前から生まれたアニポケ最強格。そうなんす、武蔵のなんとかして、っていう指示だけで的確にカウンターとミラーコート使い分けてるから賢すぎる。ギラティナのシャドボよろしくそうなんす。で無茶振りに嫌な顔一つしない我慢ポケモンの鏡。というか実際第2世代の頃のこいつのデザインネタとしては陰キャ系なはずなのでアニメの影響がめちゃくちゃ大きい。ソースないけどそうなんすはサンドバッグがモチーフって聞いた。過去にこんなグッズも出てる。正直心が痛む。ポケモンチャンネルにも出てきたな。サンドバッグってか起き上がり商法誌だよね。19みたいな。神秘の守りというかカウンター、ミラーコート以外を使って見せたことがないので、状態異常や、アニメ世界バトルだと伊藤博やケロムースといった絡めてで簡単に封殺される。他は SM のフェローチェ戦とか見るに技じゃないフィジカルゴリ押しでも倒せる。金銀の頃は人間のパンチカウンターしてたけどな、入った。アニメ効果はすごいわね。金マジ切れで草。だいぶ緑寄りだったんだな。ゲーム版だけ見ると唐突にはっちゃけ出しててダメだった。金の笑えないタイプのやべえやつ感よ。金の尻尾こっち見ててマジで怖い。これ以外に尻尾動いてる描写ないしキリン力みたいな設定あったけどアニメ効果で消滅してそう。というか元の元まで辿ってみるとキリン力の進化前だった可能性まであるんよそうなんす。開発中のキリン力って前後対称な形した相当のポケモンで、その進化前としてツインズ多分仮の名前っていうに引き繋がったゴースみたいなのが入るはずだった。その後ツインズはボツになってキリン力の後ろも尻尾になったけども、それで空いたツインズの枠に入ったのがそうなんす。尻尾は相当の名残なんじゃないかと言われることがある。ちなみに全国図鑑でキリン力の1個前にいるのはそうなんすなのだ。そもそも尻尾のデザインが変わってるような。金銀だと平べったくて影みたいな感じなのに今のデザインだと膨らんでる。ソーナンスはゲームとアニメで後頭部の形違うし色々裏話ありそう。てか尻尾とは言ってるけどデザイン的には23の初期ドットだと完全に本体から伸びる影だよねこれ。一応当時の図鑑説明から影扱いではあったけどなんかちょっと邪推しちゃう。多分青いのがおとりで、本体は影のふりをしてる設定だったのかな。金銀もこれはこれで可愛いがこの路線だとこういうグッズ展開はなかったろうね。もしかしてアニメの1個体で種族のイメージ塗り替わったポケモンってソーナンスだけなのか？ピカチュウですら個体差あるし、聖ガニが陽気な怪談時イメージになったのはアニメの功績だと思う。進化系のシザリガーがアニメだと雑魚戦闘員のイメージが強いので種族全体かと言われると微妙だが。君姫のいつも一緒にいたいからでボールから勝手に出てくるソーナンス連想したのは俺だけでいい。強さ自体は大体ひどいでに負けるくらい強かろうが弱かろうが割とどうでもいいが、あれは妖鳥ぶっちされた結果だからあんまり参考にならんと思う。ソーナンスもひどいでの攻撃地面に反射してたし。そうなのとかアニメなかったら出てこなかったかもな。XY で久しぶりに登場してピカチュウ相手にキレッキレに暴れてたの好き。ケロマツに負けちゃったが。ロケット弾加入して半年後に出たクリスタルでもう引っ張られてる。RS ではもう完全に陽キャ化してるんで陰キャイメージなの金銀だけなんだよね。そうなのの進化後になった影響もあるんだろうけどクッソ笑顔でクッソ可愛いなこれ。踏ん張りさえ効けばギラティナのシャドボすら跳ね返すけど踏ん張りが効かずに吹っ飛ばされることもある。やはりギラティナのシャドボ跳ね返した時のこれが最適解か。というかそうなんすいなかったら死んでるなこれ。でかくね。攻撃を受けると膨らんで反撃が強力になるって図鑑説明を再現してると思われる。伝説ポケのアクション全振り映画だし気合入ってるな。後出しで自己判断でカウンターかミラーコート使い分けるの、言うの。今思えばカウンターって言われてミラーコート使ってたの交換だから言うこと聞かないって要素でもあったのかな。普通は宅外して言うこと聞くようになるイベント挟みそうなもんだがこいつ見切ってる。アニメで知名度上げたんだから本編の性能も少しは持ってくれていいのに。反射技のタイプ相性無視くらいの強化が欲しい。
特性で影踏みもらった時点で一定の強さはあるのよ。ポケダン赤尾の基地作りに出てきたソーナンスも割とアニポケっぽさあるなと思ってた。もうほとんどのゲームのソーナンスはアニメに引っ張られてると言っても過言ではないのか？ゲームどころかポケスペでも陽キャマスコットだったな。そもそもソーナンスといえばこれになってる44のポーズがアニメ出身で必然的に引っ張られるからな。アニメでも出たての頃は銀みたいにお辞儀するだけだったし、この明らかに稼働させる予定がなかった腕を曲げてソーナンスポーズさせた人の功績がでかい。両思いだったメスのソーナンスとさよならして武蔵のところに戻ってくる話好き。武蔵は武蔵で、ソーナンスにあんたは会いに生きるのよ、戻りなさい、っていうのがさ。RS のソーナンスかわいいな。ソーナンスが活躍するにはメタ的な都合が大きいんだが、理由つけるとしたら、ソーナンスそもそもバトルがあんまり好きじゃないから、最後のとどめの時に普通に3人と一緒にわたわたして吹っ飛ばされてる。基本非連になる相方に対してしれっと成就しかけるやつ。褒められるのを妄想して赤面する、同族のメスと別れてでもついてくる、離れると泣く。作中でもトップクラスの夏きっぷりほんとかわいい。よくよく考えたら2年近くレギュラーキャラだったベロリンが蹴落としてこいつ手持ちに加わったんだよな。いや確かに小次郎のウツボットと比べるとなんか影薄かったけどさ。声がたけし役の上田裕二さんと知った時は驚いた。BW でレギュラーから外れたけど最終的にたけしよりソーナンスの方が長く演じることになったんだっけ。たけし引退とともに隠居になったけどロケット団手持ち復活投票高で1位になって復帰。その影響で XY から中の人が現場復帰になったので以前はたまにあったたけし声のモブモブ実況も復活した。そうなの？ソーナンス。そうなの？ソーナンス。アニポケソーナンスは尻尾の秘密とか何も気にしてなさそう。というか積極的に前に出てくる。元のゲームのデザインで言うと、カウンターも起き上がりこぼしのように、狂ったように暴れ回ってダメージを与える感じなんだろうな。それこそスマブラのように。わかる、カウンターの演出もアニメの都合で変わった感。ソーナンス以外の習得者って基本カウンターパンチって意味だと思うし。どうしてこいつを襲うと思ったのかなぞ。構成はこの頃には須藤さん抜けてるだろうし。湯山監督かプロデューサーか脚本陣の一押しという可能性もあるけど、登場回見るに襲うって気はなかったように見える。パッとしないポケモンってはっきり言われてるし、例のポーズもないし、声とテンションも低いし、誰にも交換されず事故で、てか乳自体がギャグ扱い。しばらく後になってからソーナンスの村ってピカチュウの森レベルのソーナンス推し会が来るから、声やアルダンとの相性の良さ等から人気出て外れ扱いからマスコット扱いに切り替えたんだろう。メスのデザインに関しては今でも失敗だったと思ってるよ。あの口紅って塗ってるのか模様なのかどっちなんだろう。ソーナンスの村いいよね。ソーナンスが大量に出る関係でレギュラー声優陣のソーナンスボイスが聞けるし、ソーナンスだけでソーナンスの感情を表現する上田裕二ソーナンスの名演も見逃せない。ロケット団ラジオで上田裕二さんが出た回でソーナンスの声出した瞬間テンション爆上がりになるムサコジメア鈴木。2匹以上集まると我慢比べ始めて飯すら食わなくなるからトレーナーは注意が必要。野生の死んじゃうじゃん。実は第3世代は対戦でお互いにソーナンスを出すと交代がどちらもできなくなるのでこの説明通りのクソみたいな泥試合が発生する。アニメのあれもう半分人間だろ。手の作りこれなのに器用すぎるだろ。カウンターに関しては物理遠距離が出てきた時点でどの道変えなきゃならないから。メタモン使いに指摘されて勝手に使い分けてることが発覚する。小次郎はお前賢いんだなって流してたけど賢いなんてレベルじゃないんだよな。ちなみにその後指示出そうとする武蔵を待って一緒にぶっ飛ばされてるから勝手に最適解に変えてるだけで従う気はあるらしい。交換なのに抱きすぎだろ。カウンターとミラーコートの自動使い分けもメタ的には技の物理特殊が変わったら面倒だからなんだろうか。最後に変わったの7世代の水手裏剣ぐらいだけど。出たての頃は我慢ポケモン要素時々出してたけど SM あたりには自分が我慢ポケモンであることを忘れてそう。20年近く前の記憶なので間違ってたらすまん。交換開会。ベロリンガを出そうとしたらソーナンスが出てきた。小次郎の手持ちのアナログな紙情報でカウンターが使えるとだけ判明したため、武蔵もカウンターしか指示しなかった。意味て再登場会。メタピョンが変身してカウンターとミラーコートを使い分けたため、初めてミラーコートの存在が明らかに。難しいのが苦手な武蔵は下手に指示しようとしてもたつき、いつも通り10万ボルトで吹っ飛ばされる。吹き飛びながら今まで勝手に判断してたんだから、私はこれからもカウンターしか言わないから勝手に判断しなさい、と方針を固める。さすがにこのエピソードも古くなりすぎて、視聴者に、が出ると思ったのか、いつからかカウンターの技名を言うのを避け。ソーナンス、よろしくや全く指示なしで勝手に技を使うように。覚えてる限りのバトルモードのソーナンスの負け。サトシとカスミの連続時間差攻撃で技の隙を突かれる。無理して使い分けようとした武蔵の指示をくれ。ハンターのバンギラスの破壊光線が早すぎて技が間に合わない。技でないケロマツのケロムースで行動阻害。あとコンテストで伊藤博食らうのもあったかな。ボールから勝手に出てくるポケモンのネタも我が物にしてるが、こっちの元祖はカスミのコダックである。すでにボールから出ていても、愛の手やらロケット弾のセリフの区切りでソーナンス、と画面内に飛び出す時もボールが開く時の SE が鳴ったりする。ボールオトナルの使い回してるからだと思ってたけど何かの回でボール音別セリフのパターンあったからわざわざ出してたっぽいんだよね。武蔵たちが悪いことしてるのはわかってるけど、好きだから一緒にいる、って言ってたのは公式だっけ。昔はなぜかソーナンスしか喋れないナースが翻訳できないって設定で不憫な目に遭うこともあったけど、いつの間にかなくなってたな。ガラルだと普通に昼の草原にいたな。アニメの影響？って追加されたそうなのが地味に謎の存在。一応幻と原産で良いのか。ミラーコートやカウンターを指示なしで自分の判断で使うくらいに頭良いし、大体の技をノーダメージで跳ね返すなかなかなポテンシャルの持ち主。でも相手が自分より速かったら普通にやられるし、コンテスト戦でのハーリーみたいなソーナンス特有の弱点ついてくるタイプの相手には普通に弱い。
まあ、コンテストに関した種族全体として向いてないからな、ソーナンス。ソーナンスの村見たら狩猟してるらしいチンピラ3人が村を襲った。気のいいおばちゃんの持ちソーナンス1体で撃退されたって流れが、ソーナンス族強すぎて草生えた。ただチンピラがバトル禁止のソーナンス祭りの日狙って復讐に来て、ソーナンス何体かボコボコにしたのはかなりの演出さで胸クソ悪かった。足のデザインとかもともとは陰キャ女かほぼ置物みたいな存在だったんじゃないだろうか。アニメだと伸ばして走り回ってたけど、工場で目立ってたりしたものの、それはマネネとかもやってたし、あくまで手持ちの中で目立つやつだったのが、いつの間にか4人目のロケット団に出世してたな。サンムーンからは登場からすでにボールから出っぱなしだし、一応選出ミスとかじゃなくて勝ち気でコンテストに出してんだよね。ソーナンスカウンターをトランポリンにして跳ねるみたいなイカレ技やってた記憶。なおポケモンよりトレーナーが目立ってどうすると酷評される。トレーナーが目立つのも良しとされる XY のやつで同じことやったけど、そっちは優勝してたな。影踏みだからなこいつの特性。自分で判断がすごいとは言うけど、アニメのバトルだと相手の技を見てから指示できるので、指示できるならその方がいいはず。それはそれとして、特性影踏みで、絡め手のないやつを逃さない、相手のエースを相打ちに持っていく。これまた後出しできる道連れ。状態異常やひょっとしたら絡め手全般防げるかもしれない神秘の守り。妨害用のアンコール、甘える。移動や回避に使える跳ねる。武蔵のソーナンスが顔に出さないだけでちゃんとダメージ受けてたとしても強すぎる。雑な性格の武蔵だから許されたとも言える。我慢ポケモンなのに同性の人間と同じく恋愛は速攻ストロングスタイル。なお成功する模様。勝手に判断して反射技を使いこなすのは、特性テレパシー聴覚大解釈かもしれない。こいつがおかしいのは自分で判断して間違わないところ。当然勉強とかしてないだろうから、初見で物理特殊見抜いてる。変な話、ソーナンス使いとしてマスタークラスの能力を本ポケが備えてるのがやばい。最後ら辺のアルダン歴代手持ち集合会でさらっと手持ち最強感出すやつ。